発目、京都金杯の方に参りましょう。はい、今年は中京の競馬場で行われる京都金杯ですが、はいはい、お二人どんなレースの印象ですか？これもね、高齢馬ダメですし、で京都金杯もうちは圧倒的有利なんで、競馬場違いますけど今年はそれでもね、あの12月の中京開催も内枠とか先行馬が有利だったんで、もう同じ傾向だと思っていいんじゃないでしょうかね。高齢馬ダメ、内枠有利っていう、これ2大ポイントですよね。ね、歴代の勝ち馬とかを見たりすると京都金杯の方がまあ、ドキドキするメンバー、そうですね、どっちかといえばというイメージはありますね。後の一流馬結構いますよね。やっぱ中山2000って結構ね、大変なコースだから、どっちかといえば京都金杯を使ってくるんですかね。はい、こちらですね、歴代の優勝馬です、はい。まあ、去年がね、荒れましたね、ケーデンスコールで12番人気でした。そこからはまあ6番人気が、5番人気が1回ずつ来ているくらいですかね。いかがですか？10割ぐらいですよね、うん。僕これ言ってたんすよ、あのケーデンスゴールって出ましたっけ。だいたい10頭ぐらい言ってるから、この人ね、10頭これは本当に騙し討ちになったの。騙し討ち、誰に騙されたの？これは痛かったな。これ金杯か、これ、はい、もうディフィースワンパラディは絶対来ると思ったから、ケーデンスコールからの単勝と馬団と馬連とワイドみたいに買おうとしてたんですよ、うん、ピースワンパラディアイルで、うん、いきなり100万スタートだったの、うん、何言っちゃったの、それとこれ何買ったんでしたっけ、なんだっけかな、変なの、でも、ね、4、5着の馬に行ったんですよね。4、5着言ってみろ、忘れちゃったけど、なんだろうね、なんですかね。まあ、ケーデンスコール言ってたかもしれないな。そう、キャプチャー、ケーデンスコールはこの前のレースとかを見て、あ、終わってないわと思ったんですよ、うん、ウォールカップね、うん、そう終わってないですよ。で、岩田騎手の連続騎乗でね、そうで内枠引いて、これはね、本当に見事な変なのってボンセルビーソとかじゃないですか。何買ってましたか、ボンセルビーソだ、そうですね、そうですね、たまに儲けさせてもらえる、はい、ボンセルビーソ変ではないんですけど、はい、はい、それを覚えてますね、はい、ありがとうございます。ちょっとお二人に思い出深い一頭を挙げていただきたいんですが、思い出深い金牌、はい、トライさんいかがですか。ね、これも取ったかどうかよく覚えてないんですけど、馬でもう和光近くを、もう寝ても覚めても和光近くを、今の森ちゃんみたいな感じですね、美しいまで、かわいい、うん、私も95年生まれです。あ私もというか、まあ、私もではない、和光近くは違うから生まれました。あ、まだバレてない、勝ったのがね、京都金杯勝ったのが、まあ、ペリエさんの騎乗も良かったし、だいぶもう衰えてきてたんですけど、最後ね、連勝したと思うんですけど、強かったですね。リブリア3区っていうのはみんないい足持ってて、すごくね、優秀な守護馬だったんですけど、もうだからリブリアの子はみんな応援したみたいな感じで、和光近くもその代表格みたいな感じですね、成田大臣のところまで、好きな馬でしたね、はい、でも結構あれですね、京都金杯は馬で言いたくなりますよね、うん、そうですね、その金杯そのもののレースはそんなになかなかね、いい馬、はい、魅力的な馬、思い出深い馬がいる ね、いますよね、こう改めて見てみると、キャプテンさんどうですか。そういう意味で私はやっぱり競泳マーチ大好きなんで、競泳マーチですね。やっぱこの馬はね、間違いなくスプリンターだったはずなんですよ、うん、それがやっぱりマイルチャンピオンシップや何だったら京都金杯を勝ってるわけですから、この馬の能力の高さを改めて、しかもこの時もう6歳ですからね、6歳で、金杯を制しているという 57kg を背負って、これはやっぱ強かったと思いますね。はい、ダンシングブレイブ3区、この年から距離短縮してる、ね、って書いてありますね、はい、はい、うーん、距離短縮も当然ね、この馬に有利に働いてますが、うん、やっぱこの頃のね、うん、馬は好きなんですよ、まあ、メジロドーベルとかもそうなんですけど、大久保先生の、はい、それになるかな、うん、で、見てみたらね、京都金杯はもう一回も当たったことがないかもしれないですよ。国国さんだったそれ。覚えてないですね。当て、まあなんか、一回も当たったのかな、はい。わからない。
チルポートとか好きだから買ってた可能性はあるんですけどね、まあ、はい、そうね、ね、うん、はい、ありがとうございます。アイルチャンピオンシップは2着な、あ、2着です、はい、大吉里の2着ですね、はい、はい、ではちょっと3連単トップ3、はい、配当トップ3見ていきましょう、はい、はい、こちらですね、あ、やはり去年ですね、122万8010円、うん、そう、12番人気のケーデンスコールが1着、そして14番人気のエントシャイデンが3着に入りました。これが取れたんです、衝撃の騙し討ちこれを取れたからな、去年自爆でしょ、何に騙されたのかもよくわからないですけどね、はい、そして2位が2016年34万7310円、こちらは13番人気のテイエム大砲、テイエム大砲いたなやられましたよね、え、いつテイエム大砲16年です、16年この後何回か買ったんですけどね、結局テイエム大砲で私は取ることができなかったんですけど、やっぱ後追いは絶対ダメなんですね、はい、さあ、そして3位が2019年の98,580円、11番人気の三重のサクシードが3着に入りました。はい、まあ、こんな感じで、まあ、去年がね、すごかったですね、はい、ありがとうございます。さあ、まあ、ちょっとオッズもしかしたら出てるかもしれないですけど、ちょっと発売したばっかりなので、ちょっとこちらも、あ、発売始まってるの、始まってると思います。あ、おつ一応出ますね。そうですね、一応出ますよね。あ、出ます。佐藤フェーバーが一番人気ですね、今日の時は。そうですね、今はちょっと、まだはい、まだちょっとまだ票数なしがほとんどなので、はい、ちょっと、はい、あ、本当に始まったばっかりだ。はい、今本当に始まった感じなので、ね、今から買ってる方は勤勉で素晴らしいですね。素晴らしいですね。もうマイクキすごいですね。でも本当にね、今年全然年時間ない。やっぱ先週じゃないですか、先週です、オールセックスが。そうなんですよ、本当にちょうど1週間前でしょ。普通に土曜のルーティンですよね、土曜が来て土曜が来るみたいな。そうなんかね、そうでしょ、わかります、わかる、わかります、普通のなんか感じですよね、はい、で別に年始とか休みありましたけど、それは別に休みはいつでもあるし変わらぬ大して変わらない日々を、まあ、実家に帰ってぐらいのね、うん、森さんは休んだの、ちょっと、あ、休みました。他の、ね、番組とかはお休みだったので、はい、休ませていただきました。何してたんですか、簡単は。いや、あの、普通に実家に帰ってました。実家に帰った、はい、いいんです、そんな話は。時間がないんですよ、今日は。実家にもそのパジャマで帰ってました。あ、これで帰ってました。これで帰ってました、確かに。いいんです、そんな話は。レース展開に行きます。言いたがらないね。はい。ミステリアス。ミステリアス。ミステリアス、かすみ。ミステリアス。早くレース展開に行ってください。まあこれは流星、坂井流星騎手を考えたらバスタラッテロヨンが行くと思います、はい、で、サドノフェーバーがそのまま番手でしょ、トライスさん、うん、サドノフェーバーはスタートもいい馬だし、うん、まあこの2位、3位はさっと並ぶと思うんですよ。で、まあ江田さんの栗のプレミアムとか、うん、まあ大和キャグにしかり、トーラスジェミにしかりが果たしてどの辺につけるんだろうっていうのはありますけどね。そうなんですよね、江田さんだからね、江田さんがものすごいまくってくる可能性も途中からありますね、うん、まくり逃げ打つか、ちょっとこれは惑星ですね、そういう意味じゃ、はい、はい、まあでも2番手までか、うん、花にはいかない、花にはいかない、佐藤の平和だが休み明けだから案外そろっとバスラットレオンの内側につけるかもしれないですよね、うん、内側っていうか、うん、中っていうか、ちょっと控えて、うん、外から何か生かすかもしれないですよね、うん、まああのバスラットレオンもスタート次第ですけどね、うん、まあ行くのは行きたいですよね、まあ、行くしかないでしょっていうね、そうですよね、ここ行った時しか放送しないと思うんでね、はい、うん、で、この内側にリアンドルが入りたいですよね、うん、まあクリスタルですか、うん、こんな感じ でカイザーミノルあたりがまあ結構前に行くの、でもこのトーラスジェミニとかもね、そうですね、トーラスジェミニの方がさすがに前に行きますよね、こんなこのような、うん、こんな感じでじゃないですか、そうですね、うん、と僕は思いますね、はい、こんな感じに並ぶのではないかと思われます、うんうん、大正解当たったな、はい、展開だけは、うん、おそらく、はい、嬉しい、バサットレオンがでも出遅れたらこれは佐藤の平和がいると思いますけどね、はい、さすがに、はい、ありがとうございます。ちょっと
こちらのがね、今年の枠順です、うん、はい、重賞初制覇を目指すエアロロノアは6枠12番、昨年 G2 で3着2回のカイザーミノルは5枠10番に入りました。プラさん、この枠順はいかがですか？悩ましいですね、こっちは、うん、こっちは悩ましさが増したかもしれない感じですね。あんまり内枠有利って言われには有力馬が内入んなかったんで。なるほど、確かに。ここでも絶対の馬はいないですからね。いないですからね、はい、結構有力馬はね、アンドラッセとかいましたけど、はい、うん、やめてしまいましたし、他にもやめた馬いますんでね、うんうん、賞金的に入らない馬とかグランデマールでしたっけね、いろいろいるんでね、通常の例年よりもちょっとレベルが低くなったかなって感じありますね。だからちょっと、こんなの来ちゃうのみたいな、なんかあるかもしれないですよね。でもやっぱこういうレースほど大してやれないと思いますよ、多分。いや、僕はそう思ってるんですよね。3連単せいぜい500倍、うん、ぐらいの感じだと思うんですけどね。ではトラシさんの本命お伺いしていきましょう。でも中山金牌のヒートンビートと同じぐらい鉄板級だと思ってるんですけど、はい、カイザーミノルですね、はい、これ毎日王冠がやっぱ相当強いですね。その前のマイラーズでも3着してるし、うん、KO 杯でもね3着、実でももう好勝負してる馬なんですけど、それよりもやっぱり毎日王冠外目の枠入ってちょっと出遅れ気味でわすわすいって1008長い上に足使って、うん、これ大惨敗だろっていうようなレースで、最後までしぶとか足使ってシネルマイスターとかとそんな差がなかったですから、相当強いですよね、この馬。毎日から今年の毎日王冠とか勝っちゃうかもしれないですよね。多分天皇賞参戦したのも分かるなっていう話ですね。まあ一息入れてどこまで状態戻ってるか分かんないですけど、まあでも時計きっちり出してますしね。普通の状態であれば1006G356キロ、横山典弘、まあ大体勝ち負けでしょっていう感じしますね。ギリギリのいい枠だと思いますし、5枠当番ならもうちょっとうちでもいいんですけど、どんな競馬もできるの。まあこの枠ならまあ大体このままとりあえず本命打って、あとは相手考えようって感じで、なるほど、安心の軸って感じですね。これでもだからノリさんが勝ったら中山金牌は、はい、たけし君か和夫君が勝って、はい、だから東西横山親子で制覇するなんてありますよ、そんなこと。あるんじゃないですか。たけし君はもう何でも勝っちゃうしっていう、もう、うん、そういうのもかかってますからね、これは。なるほど、はい、キャプテンさんは本命いかがですか、現時点で。急もうちょっと考えさせてもらっていいですか。もうちょっと考える、うん、あと15分で終わりますけど、あと15分あるので、押していい、押していいって、最悪押してもいいよ。明日までにね。はい、最終列車がね、あるまで。あれば、ね、大丈夫ですから。まあ大丈夫です、ね。はい、じゃあちょっとあの気になってる馬を挙げていただいて考えていきましょう。はい、まあ、まずはやっぱりエアロロノアじゃないですか、うん。どうなんだっていう。もう一番人気になっちゃいますからね。うん、ただ前回が2着とか、前回なかったら全然10倍以上ついちゃうような馬ですからね。うん、いや前回本当にね、渡辺明君スローでしたけど、後ろでじーっとして余計な動きしないで、ほんと溜めて溜めていい騎乗だと思うんですよね。まあああいう競馬が多分合ってるってことが分かったと思うし、まあ、今回もかなり後ろから行くのは間違いないんで、はい、で直線勝負っていう、それで来るかなっていうね、どこまで行けるかってことですよね。やっぱり先行内打ち有利なんで、はい、力つけてますけどね。さあコメント来ています。ザダルいかがですか。あるね、どっちかっていうと1008の方がベストだと思いますしね。 57.5 キロっていうやっぱり重いハンデ背負っている馬もなかなか来ないんで、うん、もう京都金牌、距離もそうですし筋量もそうですし、松山ジョッキーですからね、いつもねしばしジョッキー最近乗ってましたから、そういう乗り換わりっていうのも松山君ダメっていうわけじゃなくて、そういうのもありますからね。その割には多少人気になるんで、そうですね、まあ決して乗り換わりがいいってことはないですからね。そうですね、ないですからね。かなりリスクが高いですよね、このままね。あんまり買う要素ないですよね。と、まあ、ルーグズネストですね。はい、ルーグズネスト、中京の鬼。これはノーコメントでしょっていう、わかんないですよね。まあ、そうっすね。ポートアイランドね、この中京のオープン戦で2着。うん、
時計もいいですしね、パルコンセックスも勝ってますから中京はいいですし、まあ、ただ前回休み明けで外枠っていうのもきつかったですけど、直線もしっかりね追ってムチも入れてそれで何も反応しないで下がっちゃったんで、ちょっとその後の連投策ですからちょっと変えないですよね。これなぜ三幸騎手は大和キャブになんですかね。まあ、もちろん戦略があったと思うんですよね。やっぱりマイラーズカップで大王キャグにいい競馬を見るとしてるんで、うん、相性いいとこ見せてるんで、これ戦略って感じですよね。はい、あとはディアンドルいかがですか。まあこれですよね。これはちょっと高いよこの情報バカ野郎ってねいやこの馬しかいないと思ってるんですけどな、穴っていうか内目に入ってくる馬っていうのはやっぱビクトリアマイルっていうのは結構正攻法の競馬で外目の枠から終始外目を回って、でまあグランアレグリアには話されましたけど、まあ、かなり2着争い接戦でマジックキャストラあたりとも接戦ですからね、素晴らしい走りでしたよね。まあ、今回内目に入って得意のマイルで叩き2000目、グリシャンデムロ買う材料たっぷりですよね。まあ、買い材料はたっぷりですよね、確かにね。で、まあ、でこの枠でグリシャンでどこまで人気沸騰なるか分かんないですけど、まあ、そこまでねならないと思うんで、まあ、このまま 全力で買いたいですよね、僕としてね。まあ、6歳牝馬ですからね、まあ、引退迫ってるんでもう結構明治で仕上げてると思いますし、あとはやっぱり首里かな、なんかどうも人気を結構落としそうな気配はあるので、休み明けですからね、まあ、でも鉄砲校舎ですからね、休み明け強いですし、はい、ね、新潟戦でも強かったですからね。まあ、竹さんなんかこの馬で勝ってるし、やっぱ正月に竹さんっていうね、なんか ね, ね、はい、めでたく始まるじゃないですけど、やっぱ京都金杯は豊さんはこの10年でも2勝してますからね。そうですね、なら枠もいいですし、枠もね、絶好枠引いてますから、ずいぶん舐められるようなのね、はい、ですね、そうですね、ちょっとオッズ次第な感じではありますね、はい、はい、コメント来ています。さあトライスさん、ステルビオどうするの、はい、というご質問です。いや実は鼻息荒かったんですけどね、年末年始もうこのまま勝つシーンをね160回ぐらい無双しましたけど、無双したんですね。いや外枠厳しいですよ高齢馬でも重いハンデでも別に問題ないと思ってたんですけど、この外枠はね来ないんですよ、この枠は確かにね、まあ、しんどいですよね。いい時に限って15番枠引くんですよ、サスキ賞もダービーも15番枠だったんですけど魔の枠なんです、この馬にとって。掲示板もないと思います、あの時掲示板もなかったんで。なるほど。だまあ和田騎手でも上騎乗にね、はい、やっぱ相手弱いんでね、ジアンバですからね、この馬ね、まあ、ひょっこり中段の打ち目とか盛り込めちゃったら分かんないですけど、はい、まあそうですね、この枠からちょっとそうです、だいぶ早めにうちに入り込めればって感じがしますよね。比較的ね、先行馬も仕事いるんで、結構縦長っていうか、ばらけるとこ、ね、あの可能性高いんで、ひょっとしたらっていうのはありますけど、人にはお勧めできないし、馬券も僕はちょっとどうし買わないかもしれないですよね。残念。さあ、キャプテンさん、他大丈夫？ビジュネルですね。僕はやっぱビジュネルが気になりますよ。1枠1番。はい。やっぱもう穴これじゃねえかっていう気はしますけどね、どうですか、そこ見せてないですからね、相手なりに走れそうな、そういう馬ですね、きっとね、この馬ね、ですって聞いてたよ俺ちゃん言われるまでも聞いてるんだよ、こっちは聞こえてたかなと思って、専用限定ホスっぽいですけど最内枠入ったからギリギリ足りるかも、3着とかね、やっぱ専用ってみんな思うから、僕コウタ君は中京が最も得意だと思ってるんですよ、はい、だから買うなら、でもそれも勝つとは思ってないですよ、でも正直、2、3着でビジュネルっていうのはあるのかな。この馬もね、阪神カップ除外されてこの京都金杯行ったっていう、そういうのもあって専門家の予想家さんたちはあんまり印打てないんです。なるほど。でも別にこの枠引いちゃったら、はい、そうも言ってらんないんじゃないの、ですよ、ね、ノーマーク怖がってんじゃないですか皆さんっていうね気がするんですけど、ではどうしますか、キャプテンさん本命決めますか、それとも私ちょい足しを、あ
参考にしてくださるんですか。参考するよ。いつもしてるでしょう。いや、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとちょい足しキーワード、はい、京都金杯編ですね、はい、こちらです、はい、最近はだいたいリゲルステークス組、うん、そして中京マイルはロードカナロア3区、この2つです、うん、でまず最近はだいたいリゲルステークス組なんですけれども、過去4年ではありますがリゲルステークス組が3勝3着2回と猛威を振るっているんです。全てが人気馬というわけではないので相性がいいのかもしれません。確かに、はい、そして2つ目が、中京マイルはロードカナロア、ロードカナロア産区だったんですが、今年も京都金杯が中京芝 1600m コースで行われるので産区成績を調べてみました。すると過去3年でロードカナロア産区は15勝2着9回3着11回でディープインパクトに次ぐ2位だったんです、うん、ちなみに京都芝マイルコースの成績は5位と順位が中京より下になりますので、まあ、中京マイルは合うというのは間違いないかと思います、はい、今年はね、うん、ディープインパクト産区の出走がゼロ、はい、さらに昨年同じコースで行われた京都金杯もロードカナロア産区のケーデンスコールが勝っているということなので、うん、これはちょっと注目ではないでしょうか。いいデータだな。ダイアゴニック、カイザーミノルス、テレビアも入ってますか。あ、テレビアも入ってた、はい、カイザーミノルことばっかり今考えてはい、信じるか信じないかはあなた次第です、うん、細かいことは気にせずに参考にしてみてください、はい、まあリゲールだけね、うん、猛威を振るっていたのはやはり京都競馬場でしたから、うん、まあそうですね、まあ、またちょっとね、まあ、去年も3着ではありますが、はい、なんとも言えないところですが、うん、はい、感じです全然決まってなさそうですね。全然決まってなさそう。これ3時間かかるなこれはね、だってやっぱ、まあ、そんなこと言い出したら成立しないですけど、明日の10レースぐらいまで見たいですもんね。そうですね、10レースぐらいまで見て、よしっていう馬場状況を読み、馬場状況を読み、馬体重を見て、はい、よしって言わせてほしい。無理です無理ですか。無理です。ウィジング競馬の予想もそこまで待てませんから何か本命したところで馬券の買い方も難しいからね。そうなんすよね。たっちゃんどういう答え出すのかな、これ応答つかないな。ただちょっと買い目をね、待ってる視聴者の皆さんも意外とこっちの方を本気で当てたいって感じじゃないですか。まあそうですね、はい、まあカイザーかエアロロノアは本当に渋々来ると思うんですよね、うん、はい、エアロロノアも来ちゃう。いや、来てもおかしくないでしょ、別に。来ちゃうかな、うん、で、やっぱり高齢馬はね、はい、僕はやっぱり、ね、ここはちょっとあまり買いたくない、うんうん、なるほど。マイルですね、こっちね、はい、スピード系ですか。で、そうやって切っていきましょう。はい、はい、いいですね。まず7歳はもう問答無用で、あ、セルビオから7歳をまず問答無用で切ります。2枠と、はい、8枠とですね、はい、で、57.5 キロも切ります、うん、大学逆には8歳だし、うん、はい、はい、トーラスミリも切る、うん、ザダルも切る、うん、でもで6歳は来ても1頭でしょっていう、うん、僕はそういう気がしてるんですよ、はい、なるほど。ってなると、まあ、カイザーミノルは残っちゃうんですよね。なるほど、はい、多分1回見せてくれ。えっ、いや、8とか思いっきり8って言ってますけど大丈夫ですか。ちょっと全然いや、その8隠しちゃって誰が見たって8だよ。いや、一応ほら隠されることあるから。トーラスジェミニーですよね。はい、はい、OK ですか。はい、で、いや、これはね、うん、で休み明けを切りましょうね。休み明けを切る、はい、で、種類を切る、うん、まあ、こういうね、なんていうんですか、はい、選び方、こないですよね。いや、でも、初歩的って感じで、なんか初心忘れてからみたいな感じで、まあね、はい、こんな感じでしたよね。
ただ休み明けもやっぱり冬場の休み明けですからね、うんうん、やっぱり、うん、切っていいんじゃないでしょうかって感じですよね、うんうん、でもベロックスはもう前はここでベロックスがマイルで勝たれたらほら、うん、ほら全員がもう引退いやなんで予想家が全員引退するんじゃないか誰かでも一人くらいいるんじゃないですか両人っていう人が本命ですよ一人くらいいるんですよベロックスも切った、はい、残ったのは、うんビジュネル、バスラットレオン、はい、バスラットレオン、はい、でまあちょっとディアンドルは保留、うん、でルーブズネスとカイザーミノルをやろうのはですね、うん、おだいぶ絞ってきたな、そうですね、うん、はい、クリムプレミアムを切ってるね、うん、はい、どういう理由で切ってるんですか、クリの、クリの、いやまあ確かに、最初から切ったね、もうあのこれはそうです、あの最初から理由なき理由なき、ね、オープン2戦がね2桁ですか、どうしてもここは消去法になります、はいはい、で、まあ、ここからはもうあれですよ、だってバスラットレオン、バスラットレオンなまあバスラットレオンっていう手はあるんですよ実は、うんうん、実はね逃げ場ですしね、逃げてもみんながあもうダメだと思う、ビジュネルの方が集まってきます、人が。あやはり。穴なら1枠1番、中京校舎、うん。なるほど。ね。はい。うん、いいね、いい枠入ってるね。虎年だから、バス、ラ、ト、レオンで虎入ってるよっていうコメントが出ますね。トーラソジェミにも入ってるんだよ、そんなこと言ったら。オープルキャロットファーム勝って、初っ端の重賞もキャロットファームみたいなね。ああ、こんなのも勝っちゃうのみたいな、ね。何でも勝つよキャロットみたいな。硬いんですかトレイさんこれ。はい、決めました。あ、急に来た。来たな。髪が。ああ、全然来てない顔するけど。いや。え、はい。マサダトレイ。お、本命、はい、初心忘れべからずじゃないけど、はい、殿下の宝刀が出た、殿下の宝刀逃げ馬、お、はい、迷った時は逃げ馬なんですよ、うん、ね、ですね、今俺もう森ちゃんにトラちゃんって言いそうになったわ今迷った時は逃げ馬なんですよのトラちゃんって言いそうになった、頭回してるじゃないそんな好きだったら私もねそしてこれにも理由があります、はい、もう改名もほぼ決まりました、はい、トライ、あの勘のいいトライ石明はもう気づいてると思います、はい、僕がバスラットレオンにした理由をもう残った馬からもう答えは出てますわ、はい、何ですか、リアンドルとビズネルは買わないです、はい、となると2から80、12ってなるとどうなるんですかこれ東西でね、東西で計算馬券我らの時代が、我らの時代がの幕開け、え、2、8、10とかね、例えば2、10、12とか全然あるね、それね、はい、うん、はい、時代の幕開け森ちゃん、これ覚え、この配信のことを覚えておいて、覚えてますよ、5年後ぐらいに時代の幕開けはここだったなってなるからあと10年後、競馬は計算馬券で賭けができるからねそれだ、はい、だからお買い目も簡単、気づいちゃったか、はい、で、こんなのはあのバスラットレオンはすごい簡単なんで、もうもうそこ来るのは頭なんだね、はい、頭、まあ絶対ではないですが、頭以外の馬券を少なくともこの YouTube で買う必要は僕はないと思うので、はい、で、やっぱトラトシトライシュアキラに敬意を表し、まあ80、12にすると多分バスラット頭でもそんなつかないですよね、これ相手、いや頭ならつくでしょ、バスラットこれ10万馬券になります、なるんじゃないですか、どうかな、今バスラットでしょ、だってこれ単勝100倍ぐらい近いでしょ、これもう、いやそんなことないですよ、ちょっとまだアンケートの結果も出てないですよ、まだわかんないよ、これ意外と売れるんですよ、トライさん売れるかな、全然わからないですね、これだってダート使ったりとかも、これは
まあ、ちなみに今のところバスラトレーの 13.3 倍ですけど、まあ、ちょっと分かんないですね。ますよ、どうすんの。まあでもだからこうすればいいですね。ただ我らの計算馬券これだけ異様に売れるかもしれない、ね、そうなんですよ。これだけが異常に売れちゃったりするんで、だから点数をなるべく絞る、うん、はい、はい、まあ確かにキャプテンさんのホープフルをね見た人は、はい、キャプテンさんに乗ろうっていう方も。ただホープフルとはわけが違いますよ。僕キラーアビリティめちゃくちゃ自信ありましたもんだって絶対来ると、はい、まあでもねこれは言ってますから計算馬券でひらめいた馬ですからね。わけが違いますよ。大丈夫かな。ホープの時とは。はい、大丈夫かなこれ。でも困った時の逃げ馬でも結構当たる、はい、当たってますから。そうなんですか。はい。もうだってなんかね。ただはい、まず出します。はい。28、20、12の三連単を買いたいと思います。はい。はい、ではあの、まあ、一応ちょっと金額をなんとなく分かんないですからね。中山と合わせてなんとなくで大丈夫です。あの細かいところは当日オッズを見ていただいて大丈夫なんですけど、はい、これもやっぱこれ買えないよな多分。中山って書いてはい、どっちが中山、多分これ7、中山は7411買えないんで、はい、もういいですよ743だけで多分それをね、買うほどのオッズはつかないと思うんですよね。いや、どうだろう。そんなこともないかもしれない。いや、ここ相当売れるから、これでも多分1500円ぐらい、これだけで6000円ぐらいつかなきゃダメなんですよ、多分。うん、絶対計算負け買う人いるし、もうこの配信見て。絶対いるし。毎回すげえオッズ下がってますから、うん、もう全然5000円ぐらい足出たことあるからね、俺。その前日と違いすぎて、それなんかプロデューサーさんなんかそれなんか文句言ってる。これ1500円ずつぐらい多分、はい、買わなきゃ成立しないと思うんですよ。はい。でだからこれ多分買ってる余裕ないんですよこれ。あ、おそらく。来た。これ多分明日4774からの3連単って明日多分すごい売れると思うので、はい、もうこういう風にするしかないですね。両方出します。はい、両方出してください。はい、中山は、743473の3連単。多分2000円ずつ。多分2000円。はい。で、京都が、28、20、12、28、10、20、20の3連単をおそらく1500円ずつ。そんな感じになると思います。はい、ありがとうございます。そして、一番最初に言いましたが、はい、これはマジで、明日バスラットレオンを一切買わない可能性もありますからね。そうですね。はい。ウィニングテーマの場面はもう全然リアンドルから言ってるとかっていう可能性はあります。はい。それが許されております、これは。はい。わかりました。